はい、おひつじ座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月後半のタロットリーディングをさせていただきます。先日タロットフレンズというメンバーシップの中でホロスコープ法という全体を見るスプレッドをご紹介したので、今回は私もその全体像を見るっていうホロスコープ法の展開方法でタロットリーディングしたいと思います。よろしくお願いします。では早速いきましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月後半のおひつじ座さん、まずご自身はワンドの4、いいですね。パートナーシップが節制、お仕事がペンタクス10の逆、無意識がワンド3、ワンド3ですね。そして金銭や価値っていうのがカップの5ですね。コミュニケーションスター、めちゃめちゃいいですね。レジャー恋愛ペンタクス9逆、健康運はカップのクイーンの逆です。ちょっとあとちょっと割愛させていただきます。そしてオラクルはペンタクスの6の逆ですね。なるほど。まずとても調子が良さそうですね。どうですかね、7月前半いまいち気持ち盛り上がりませんでしたっていう方とか、これでいいのかな、悪くないけどいいのかなと思っていた方はいいですよみたいな、これでいいんですよって言われてる感じがしました。まあ、キーカードがやっぱりペンタクスの6の逆なので、思ってるほど自分ができてないとか、自分が想定していたほどじゃないみたいな、何かそういうこうものすごい達成感みたいなものっていうのはもしかしたら少ないのかもしれないんですけど、でもよくよく考えてみたらそんなに今悩んでることないなとか、まあ精神的にもまあまあいいんじゃないかとか、今この瞬間はそんなに気持ちが流行ってなくても、あでもちゃんとなんか未来に対しての行動できてるよなみたいな、どこか客観的に見ると今の自分って認められるよなっていう感じがあると思うんですね。なのでとてもいい感じです。落ち着いてて、とてもいい感じ。そして7月の後半、特に21日ぐらいから星ではね、企画とかレジャーとか、もっと自分を出していきましょう、自己表現していきましょうみたいなところに光が当たるので、そういうのもいいんですね。恋愛でもいいしレジャーでもいいし、自分の人生を楽しませるっていう、まあ、情熱を燃やしていこうみたいなのがとってもいいので、ぜひねコミュニケーションを取ってみてください。非常にいいんです、この後半。やっぱり自分の考えていること、もしくは自分が理想としていることとか、こうありたいっていう思いをSNS とかで発信していってもいいと思いますし、身近な人に話してもいいと思いますし、一対一の人間関係もなんか非常になんか高度な関わりというか、高度な関わりってどういうことっていうと、なんか仕方なく付き合ってるとかそういうんじゃなくって、本当に相手のいいところと自分のいいところでつながり合える、何か関係性っていうのがありそうなので、そういう意味で自分がこの人とつながりたいなと思ってる人と関わっていくことができると思います。で実際関わったら関わったで本当にいい、お互いにいい感化されていい形にいきそうですし、もしグループとかそういった団体とかでの人間関係においても、自分が慎重にきちんと自分の役割を果たしていくっていうのがあるので、とても人間関係いいです。でお仕事も悪くないんですよね。なのでなんかちょっと全体的なイメージとして言うと、決して悪いわけじゃないし、客観的に見たらいいって分かってるんだけど、なんだかなてんてんてんみたいな感じがあったかもしれないんですけど、これは慣れてくるって感じですかね。例えば音声とかを聞いてる時に、ちょっと音減らしたいなとか音量下げたいなと思った時に、ガーンって下ろすとちょっと小さすぎて聞こえないなって、でもそれで慣れた頃にちょっとだけ上げると、よく聞こえる、前よりは確実に音量下がってるけどよく聞こえるっていうのもあるように、また早く聞くとか、 YouTube のこの動画とかも2倍速とかで聞けますけど、2倍速で聞いた後に 1.5 倍速で聞いたらとってもゆっくり感じるみたいな感じで、確実に何でしょうね、こうスピード感っていうものが程よい形に流れようとしているんですけれども、今までの自分の流れの感覚で言うと、なんかちょっと
なんだろうな、物足りないのか早すぎるのか、ちょっと違和感というものがあったり、気持ちが、そう、自分の気持ちがそこまでもなんか保てていないっていうのはあったかもしれないんですけど、でもそれは慣れていくためですよって感じがするんですね。何に慣れていくかっていうと、今まで無理をして頑張ってきたやり方ではなくて、本当に、スムーズにいく自然な形っていうものを今作っていってる最中みたいなので、それに対して慣れていってるところなんですよって感じがしました。ですので、意識的に自分が抱えていたこと、役割っていうのは外すようにしてみてください。ここでワンドの10の逆が出ているので、気をつけることとして言うと、自分が抱え込んできた役割とか義務っていうのはできるだけ外すように意識してください。で、そしてそれがまるでなんかダメなことしているとか、前はできたけど今はできてないとかっていうような感覚だったとしてもいいんですと、それで慣れていくためなのでっていう感じ、感覚を変えていくためなのでっていう感じがします。そして健康面は決してガツンと悪いわけじゃないんですけど、なんとなく気の流れが滞っているという感じがするので、体の中の気の流れがちょっと滞っているのかな。なんか血液の流れとかって私たち見えないじゃないですか。でも血液の流れが滞ると、どこかがなんか体がしんどくなったりだるくなったりっていうように、悪くないんだけど、で実際機能してるんだけど、なんとなく何かがおかしいような気がするっていう感覚、これがまさしく体の方にも、健康としても出てるのかなっていう気がして、全然病気じゃないんだけど、なんか未病みたいなね、なんだかなっていう感じ。でもそれは何かが滞っている、その気の流れだったりマインドの流れっていうのがちょっとよどんでるのかなって感じがしますね。はい、そうですね。あとはね、ちょっと気になることとして言うと、まあお金のことはあんまり重要視されてないみたいなのでちょっと飛ばします。そうですね、まあ意識改革とか自分の意識精神というものをどう保つかっていった時に、基本的には前を向いてるしいいんですよね。で、ただ何かを決めていかなきゃいけないことがあるのかなって思いがあって、これがワンドの2なんですけど、その時の決めていく決断のヒントとしては、やっぱり自分自身に誇りを持って、今の自分だからこれができるとか、今の自分だったらこうできるみたいな、まあそういった誇りを持って判断してくださいって感じがしました。いわゆるこうリスク回避で、いや、やっぱりこうなったら嫌だから、いや、もう怖いからやめとこうみたいな、そういう感じじゃなく、今の自分だったらできるかもしれないっていう感覚で選んでみてください。そうするととてもいい選択ができますし、自分が認識しているこの現状と実際に流れていってる現状の方が実はいいっていう感じがするので、まあそれに気づくんじゃないでしょうか。ということで、いかがでしたでしょうか。このスプレッド、もしちょっと分かりにくいわっていうものであれば、またちょっと元に戻したいと思いますが、もしよかったら感想を教えてください。そして、次回は7月末ぐらいに、今度は8月と9月の星の動きを解説させていただきます。ということで、7月後半運勢はね、上がってきますので、ぜひ気持ちが乗らないなと思っても、客観的に、あ、うまくいってるっていうことを意識して過ごしてみてください。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。